はいこんにちは中学受験さくららチャンネルの滝川直樹です今日は算数基礎講座、えー、今日はね前回の続きです、えー、台形の高さを求めるっていうことをやってみましょうこの中学受験さくらチャンネルはこの私滝川直樹が授業界35年間の経験とノウハウを全て公開していくっていうチャンネルです いいなと思ったらチャンネル登録高評価メンバーシップお願いします。さあでは早速やってみましょう。台形の高さを求め。さあ次の台形の高さ四角を求めなさい。さあ上底10センチ下底16センチ高さが分かってなくて面積は156平方センチメートルと分かっています。台形の面積は上底足下底かける高さ割る2でした、ね。 だから、まず、上底足す、下底かける、高さ割る二が百五十六という式を作っています。十足す十六かける。四角割る二が。百五十六平方センチメートルです。さあ10、十足す十六は足せるので、足しておきます。二十六かける、四角割る二は百五十六。さあ、上底足す、下底かける、高さ割る二が百五十六ですから。 上底足す仮定かける高さは。百五十六かける二の。三百十二ですね。ね、上底足す仮定かける高さを二で割ったら百五十六なわけですから。上底足す仮定かける高さは。ね、面積を二倍したものなんです。ってことは。二十六かける四角は三百十二ですから、高さ四角は。 312÷26 ってことになりますね1が立ちます5に残って26で割ると2ですこれで割り切れます12高さは1 2ートっていうことになりますさあ次同じパターンです 上底足す過程る高さ ÷2 が198定1 5ンチ過程1 8ンチ高さは分かりません面積が198です同じようにやっていますさあ上底足す過程×高さ ÷2 が19815足す 18÷15 足す 18×, 18四角 ÷2 が198 さあ、えー、ここで整理して三十三かける四角割る二は百九十八として、ね、三十三かける四角を二で割ったら百九十八なんですから、三十三かける四角は百九十八かける二ですね、三百九十六です。さあ、三十三かける四角は三百九十六ですから、四角は三百九十六を三で割ります。 33 1が立ちます。さあささああ、ですね。66四角は12さあこれも、えー、高さ1 2ンチの台形さあ台形の問題じゃないですけど前回の復習ですね三角形の四角の長さを求めなさいこれやってみましょうさあ直角三角形ですこれね。 直角三角三形で12 16 20という3辺の直角三角三形でここに直角のマークありますがここが直角の直角三角形です。でこの時にここを出しなさいと。また掃除じゃなくてね面積で出しています。さあまずこの直角を挟む時には底辺と高さはもちろんねこうやってみるとこことここが底辺と高さですけどもこれでは出せませんからここが直角だったらこことここで底辺と高さなんだと。 直角を挟む辺で面積は出せる。音底辺かける高さ割る二ですから、まず面積は底辺かける高さ割る二の。十二かける十六割る二。で、この時十六割る二をやっちゃっても答えは同じです。十二かける八、八二十六、九十六平方センチメートルの三角形。さあ、面積出たら、今度は、えー、底辺と高さをこことここで考えます。 底辺2 0る高さ四角割る2が96。そと底辺2 0る高さ四角割る2が96ですから底辺ける高さだけだったら9 6る2の192平方センチメートル。さあ底辺と高さをかけたら192だから面積96になるわけです。さあ高さは1 9 2る2 0になります。 九が立ちます。十六百六十二除二十八九点八ですね。ここは、えー、高さ九点八センチということになるわけです。上底足下底かける高さ割る二が面積ってときにはね。で今度割る二で百五十六ですからね。 えー、上低足すかてかける高さは 156×2 の 312× はかける ×2 をするんだということねこれね、まあ、書いてきは分かるんですけど×、まあ、かけるに忘れちゃう人が、ね、非常に多いですねいいなと思ったらチャンネル登録お願いしますでは今日はここまでにしましょう